ホモエリオジクチオールとは、イエルバサンタという植物から抽出された、フラバノンの一種である。この物質は、味覚修飾物質であることが知られている。なお、三メトキシマイナス4、五7トリヒドロキシフラバノンなどとも呼ばれることがある。ものの、本校では以降、ホモエリオジクチオールに統一する。ホモエリオジクチオールは、 シムライズ社に所属する科学者によってアメリカ州に育つイエルバサンタから抽出されて同定された味覚を就職する性質を持った4つの物質のうちの一つである。なお、その他の3つはホモエリオジクチオールのナトリウムジオエリオジクチオールステルビンである。以上4つの物質はいずれも味覚を一時的に変える作用、具体的には人に対して み遮蔽効果を持っている。これら4つの物質のうちで最も苦味遮蔽効果が大きいのは、ホモエリオジクチオールのナトリウム塩であり、サリシン、アマロゲンチン、アセトアミノフェン、キニーネの苦味を10%から40%程度軽減する効果が見られた。しかし、ディノール酸乳濁液に対する苦味遮蔽効果は見られなかった。それでも、 シムライズ社の科学者によれば、ホモエリオジクチオールのナトリウム塩は食品や医薬品への用途が期待できる味覚修飾物質であるという。ホモエリオジクチオールの構造とエリオジクチオールの構造とを比較したことにより、2、4次ヒドロキシベンゼンサンバニリルアミドにも苦み、遮蔽効果が見出された。0.1gL で このバニリン誘導体は 0.5gL のカフェイン水溶液の苦味を30%減らすことができた。ありがとうございます。